まめちゃくちゃ甘みが強いですね。完全に完熟した果物からコーヒーって作られてるんだっていうのをしっかりと感じる。皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回はこのニフコーヒーの特別が新しい産地に切り替わりました。それがこちらです。カテマラウエウエテナンゴエルインヘルトに切り替わりました。このエルインヘルトという農園、おそらくコーヒー好きの方だったら一度は聞いたことある農園の名前だと思います。まあ、コーヒー業界の中でもガテマラの中で一番美味しいコーヒーは何と聞かれると、おそらく大半のコーヒー関係者の方がこのエルインヘルトと答えるぐらいめちゃくちゃ有名で実力のある農園です。このエルインヘルト、味わいはとにかくクリーン、そして甘みがあって綺麗な酸味があります。エチオピアやケニアのような派手さはないんですけれども、この中米においてのマイルド系の頂点に立つようなコーヒーとなります。世界中から取り合いになるのでめちゃくちゃ仕入れ値も高いんですけれども、今回ニフコーヒーでも少量ですが特別で扱うことにしました。ニフコーヒーの中では価格が高い特別の扱いになりますけれども、他社で買うよりもずっとずっと安くて品質はめちゃくちゃ高いので非常にコスパのいいコーヒーだと思います。このコーヒーの特徴や、あとはまあこのコーヒーの美味しい入れ方などを解説していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、改めてですが、こちらがガテマラウエウエテナンゴエルインヘルトシティローストです。採れている地域はウエウエテナンゴ県リベルタ村ですね。標高は1500〜1600m、精製方法は欧州と、品種は今回はブルボンを扱います。非常に甘みとコクがしっかりしているタイプの品種ですね。このエルインヘルト農園はガテマラの北西部ウエウエテナンゴ県の谷沿いに深く入ったラ・リベルタ村に位置します。敷地面積はおよそ750ヘクタールという、まあ、とても広い敷地を持った農園ですね。まあ、非常に山奥なんですけれども、この山奥がゆえに平均気温または年間降水量というのがコーヒー栽培に最も適した値に位置しています。そして何よりも大事なのが、その環境で育てるために農園主さんの知識とか経験というのも豊富というのもとても大事なところです。作り手さんの技術というところですね。エルインヘルト農園の素晴らしいところは、やはりその辺がしっかりと噛み合っているからこそ毎年安定してとても高品質なコーヒーを世に送り出しているというところがあります。まあ、ガテマラのスペシャリティコーヒーのコンペティションでも毎年上位に入賞する、本当にガテマラのトップの農園といっても過言ではない農園さんですね。まあ、ここのエルインヘルトのコーヒーを飲むと、その中米の綺麗なコーヒーの味わいというのをもうはっきりと感じると思います。逆にこのコーヒー一パック飲み続けてしまうと、他の全てのコーヒーがちょっと濁って感じてしまうぐらい透明度が高すぎるんですね。その不快な感じがしない、素直に飲んで美味しいと感じます。酸味の綺麗さだったり、コーヒーから感じるコクや甘み、すごい木をてらったフレーバーとかはないんですけれども、なんか最上級の利尻昆布で取った本当上品な出汁を飲んでいるようなコーヒーですね。パワフルさじゃなくて繊細かつ旨味、美味しさっていうのを感じるコーヒーですね。コーヒーの粒は、まあ、ご覧の通りですが、ブルボンなのでやはりちょっと丸っこい感じですね。で、少し粒も小さめという感じです。焙煎度合いもこの酸味の綺麗さとか透明度をしっかり感じられるけども甘みを感じるということで、シティローストで焙煎しています。それでは早速これでコーヒーを入れていきましょう。コーヒーを引いていきます。まず使うコーヒーミルは、今回はタイムモアの S3 タイムモアシリーズのフラッグシップモデルを使っていきたいと思います。で、粗さは 8.5 で引いていきます。使う豆の量は 15g、 そして抽出する量は 200g 抽出していきます。はい、引けましたね。こんな感じです。やはりタイムワンの S3 めちゃくちゃ均一性高いですね。微粉も少ない。もしタイムワンの C2 マックスでしたら22クリック、C3 だったら20クリックぐらいがおすすめですね。それではコーヒーを入れていきたいと思います。このエルインヘルト、とても味わい綺麗なので、ある程度温度が高くても嫌な感じは全くしないと思います。
そこで抽出するお湯の温度は移したて、沸きたてを移したばかりの93度で抽出していこうと思います。明かりは目安として載せておきますね。で、抽出時間はおよそ2分から2分30秒ぐらいで、あまり長くなりすぎないような感じで入れていきます。それではいきます。まずは全体にお湯をかけてあげて蒸らしですね。膨らみが落ち着いたら続けてお湯を注いでいきます。はい、もうそろそろ 200ml きますね。はい、これで抽出完了です。かなりさらっと入れました。抽出するお湯の温度も高いですし、抽出時間もそんなに長く取らないっていう入れ方ですね。それでは早速これを飲んでいきましょう。それでは入れたていただきます。いただきます。あ、めちゃくちゃ甘みが強いですね。もうブルボンならではのこのまろやかな甘み、そして全体のバランスを持つ酸味、お砂糖なんか全然いらない、入れてなくても甘い、甘すぎるって感じがしますね。甘くてしかも酸味がめちゃくちゃ強く感じるわけではなくて、めっちゃ綺麗なので、国産のストレートのリンゴジュースに近いニュアンスですね。黄色いコンダクタイプのストレートのリンゴジュース、あれかって思うぐらいコクと甘みを感じますね。もちろん味の構成要素として苦味はあるんですけれども、苦いっていう感覚はないですね。よくコーヒーで甘いという感覚使いますけれども、このコーヒーがおそらく私が今まで飲んだコーヒーの中で最も甘さを感じるコーヒーだと思います。完全に完熟した果物からコーヒーって作られてるんだっていうのをしっかりと感じるのがこのエルインヘルトのブルボンですね。飲み終わった後に口の中から広がる香り、これは結構華やかな印象はありますね。なんかコーヒー飲み慣れてない人でも、あ、このコーヒー美味しいねと思うタイプだと思いますし、コーヒー飲み慣れてる人ほどこのコーヒーの凄さをより感じると思います。普段からご自宅でコーヒーを入れている方だったら、もう人生で一度は飲みたい、そういう農園ですね。やはりこのエルインヘルト農園はそれぐらいちょっと他のコーヒーとは格が違いますね。はい、では今回は新しい特別の産地ガテマラのウエウエテナンゴエルインヘルトを紹介してきました。このエルインヘルトに切り替わったのは先週中頃なんですけれども、その時ニフコーヒーのお客様宛にはメルマガでお伝えしました。やはりエルインヘルトをご存知の方はめちゃくちゃ安いっていうのが分かっていただけてるみたいで、このメルマガ見てこの特別5個とか6個とかまとめ買いする人が続出しています。ニフコーヒーだと 160g で定期購入で1699円で販売していますが、この価格では到底飲めないですね。
これにプラス1000円ぐらいしないと買えない金額だと思います。この夏のシーズン、とても暑いので、やはりコーヒー飲む方結構減ってしまいます。まあ、その中でもコーヒー好きの方は飲み続けていただいているということで、まあ、今回かなり仕入れ値高いサービス品っていう感じになってしまいますけれども、特別で扱おうという決断をしました。ガテマラの中でも本当に最高峰と呼ばれるコーヒー、ぜひ試してみてください。で、また暑い日が続きますが、ぜひこのコーヒーはホットコーヒーで、まあ、丁寧かつあんまりじっくり入れすぎないでさらっと入れてあげるのが美味しいので、ぜひ皆さん試してみてください。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方お願いいたします。またチャンネル登録や何か動画へのリクエストやコメントなどありましたら、コメント欄いただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。